ちらハーデス、それらしい人影をキャッチした。イメージ適合率 98%、 アテナス隊長と確認。繰り返す、アテナス隊長を確認。私は現在アテナス敷地内で待機中。隊長の周囲 3.25m にある車も確認。現在隊長はティーカップを所持。了解した。隊長との合流場所にコードの指示はなかった。飛行モードでアテナスに到着し、そのまま待機。どうかしたか、隊長。了解した。私はパーソナライズエロージョンリペアユニット、通称ペル、コードネームハーです。本日よりアテナスに着任する。その任務は無事遂行された。警護以外の戦闘の禁止、3メートル以上の警護対象からの有利禁止、決められたスケジュール以外では警護対象の命令に従う。じー、隊長、この車、見たことのない機器が装着されている。これは一体なんていう車？ふむふむ、理解した。じー、隊長、あそこのコンテナ、なぜ黄、赤、青で色分けされているの？ふむふむ、理解した。サージェンのエモーション AI には好奇心と呼ばれる行動原理がインプットされていると博士は言っていた。じー、隊長、地面の塗装に一部だけ損傷の激しい箇所がある。それはなぜ？